はい、というわけで、もう一つけど、そう、サムが一番持ってる英語のやつは日本語でっていう方、斉藤厚美さん方なんや。あとザ・ジング、あの名前忘れたけど、この方と、あとリチャード・コジス、元東映の平安教授、モノメンツタジー、あとキャズとキャメロとか、シャイニング・フォース作った、あとセガモン、うん、とか全部共通したんです。もうブログで書いたけど、そう、そう、全部天皇批判してたんや。宮内庁はそう、平安批判して11、つまり黒幕だって知ってたよ。むっちゃ批判してるって分かった、うん、そう、平安って、なんで平安金遣いってさ、さあ、ね、日本語捏造して、歴史も捏造してるって分かったよ、うん、それを告発してくれて、そう、告発してくれって言ったよ、世間に。そう、さ、告発してくれて言ったの、マッカーさん、調べたんや、その日本語、大間無事から検討したの、そういうことやったよ、そう、でも延期した、そう、間違った表記すると、こんなん起きるか、できんかったよ、それが本当の実態、今、英語必修。今後ね、こういう地域もね、本来はこういうローマ文字、今は表記してるで、近江とか違うんですよ。近江って表記、これは将来的に、まあ、レイクなるかもしれんと、レイクプレフクチャー、プレフクチャーズ、プレフクチャーズ、プレフクチャーズで、うん、で名義になってしまうぞ、うん、なりかねんな、これ。そう、こんなんじゃ対応できん、もう日本語の全滅させるしかなくなってきたよ。もうレクシーは英語のレイクと使えばいい、複数形ね、これプリウダウっていう、プリウダウっていう、プルワウっていう、プルワウっていう、プルワウ、プルワウっていうね。そう、ちなみにクライエルってね、これなんで王なのか、ウォーっていう、あの中国語にあのなんかガンマンみたいな発音聞こえ、あれなんや、あれのことなんや。あとウーはこれのトルコ語ね、日本これ通用せんかな、ウーやから、みんなここで絶対こんな発音しょ、ウーって言ってるから、ここだけじゃ、もうどんどんアマーソンと同じ、絶対通用せんから、うん、そう、こんなことですね。まあこんな、これ要は英語版ウィキペディア、日本語待ってるけど、このウみたいな、 W みたいな形みたいな発音絶対やぞ、ウやで、俺も何回やそうだ、ウやで、こうせると通用せん、これは小文字のウでいいんや、ウってこれ大文字のウね、ウの子で普通は通用しないの、違うよ、全然違う、こんなもん通用するか、あ、こんなもんみんなうわーって、うん、あの手話記号、これで破損してるよ、またこれね、3みたいに、これは小文字の E、また小文字の U に大文字の A と、あ、つまり A やね、あの A と E の発音記号、あれ弱音版、そう、よーマークザカそのバーのビン、あれなんか超音符をつけてる、つけなくていいんです、ザージング本読んでくれた、このうわうおと同じ、この三角みたいな、なんか逆ボイになったよ、発音記号ない、これないって言って、これは意外と簡単やさ、ウェワウウェワウウェワウ、必ずそのソリジタン怒るんやった、それで、うん、あるか、合体音ないって、あれはもうあの多重親のとこで合体音ないって、そうですよね、英語圏の皆さん、中国語の話者ご存知ですよね、もちろんロシア、あなたたちできるはずです、そうできるんじゃない、あんだけの肺活量強豪勢やったらできるはずです、うん、そうとできるはずですよ、結構出てきますよ、むっちゃ調べたら出てくるわ、なあ、ルなんや、そう、これが震える本っていうらしいね、たぶき震えるっていうらしいね、もうようわからんけどね、そんなもんやな、発音、そう、サムン以前ブログにね、画像にその日本語の発音は英語で
その一覧表を出したんよ、そう、あそこの金文字、そう、びっくりじゃん、これもう得るな、そう、なるほどね、なるほど、ネイラーなるネイラーっていうのは分かった、そう、あの元海兵隊総司令官ロバート・ニーラー将軍とニーラーと同じだと、同じ発音、ネイラーじゃなくてニーラーですよ、多分ニーラーって発音してる、本人、まあ、それは在日司令官シナイダー将軍聞いてくれ、あのね新機関だ、分かんねえ、多分そうや、調べたらこうなった、びっくりした、この R ってなんかな、ならですか、これ全然通用せんよ、ソリジタハジキョンって全然通用、ならってならなんかネイラー、これネイラーだと思うね、ネイラーネイラーでしょ、ネイラーネウロワネウロワネウロワ、おようにこれはあのウーガを新単語した、新単語化したものだね、このユーみたいなフランスと中国にこの発音記号ね、これなんで金文字で書くとユー新単語化したもん、うん、同じなんだよ、あのアラビア語にあるこの英字に発音記号、こうこう文字の英字、あ、わかる、これほうほうです、試しにやってください、多分ほうほんで、この優先音のこのなんか逆果てようなおうだよ、おうが親音のおうが新単語化したもんなんですよ、そう、わかりました、びっくりだな、大丈夫、何の音かなと思う、ここでこの喉の壁オーストリッチャーのジャーナルの音で調べたんよ、これね分かったい、これ積音化するって発音ってまた破殺音化ね、チーとかジーンツーとかツーンじゃ意味だって分かりましたじゃないんか、解釈あの数に逆はてな記号ついてるやん、この発音記号これはツーなんや、そう、あのヘブル語でも今でもツワリー、ツエリー、ツイディって言うらしいね、そう、ツイディ分かるとおり、そう、これもさ同じなんだよ、そう、同じなんだよ、ツワード、ツワード、ツワード、ツワツ、ツワス、ツワスなるよ、なるだろ、あつわりでやらなきゃ、びっくりね、エジプト教、在日エジプト教国、エジプトアラブ教、大使館もせ王国大使館、そうでしょ、本当にびっくりですよ、調べたの、あとケニアのあのパレスチナね、もう公約書いた、もう国家として承認しようってね、大使館に格上げする、今在日代表部やよって格上げしようって決定しました、まあ、もうこれでいこう、イスラエルには多少圧力でもちょっと協力してもらうと、ちょっとしちょっとこの11平和にちょっと圧力かけてもらうと、今日もヘブル、もう今日もちょっと協力してもらえないし、倒せないとあったこいつら、痛い目にあった、あかんわ、もう宗教問わず、もう問わず、もう対立、やめよ、もうこいつら打倒にしよう、本気で考えたら、もう協力必要になってきた、今日だ、力パイントダメやとかあったし、ローマカトリックもな、ロシア正教会、正教会もちょっと協力してる、仏教はもう否定的、つらいやんみたいな反省もしてないから、スフミシラギンや、もうほとんど無臭がほとんど世俗化してるんや、まあそんなもんで、ちょっと正教原則を明記したその宗教規制を、宗教法人法人宗教規制法を導入しようかって決定しました、宗教税も課税するわ、ちょっと、ね、もう正教侵害でもないわ、納税の義務かいあったんだよ、自民党の税制は造成ありきやん、こんなのダメ、やめる、破棄するって発表というわけで対策案をまとめました、以上です。